おはようございます。よろしくお願いします。ゆうたくさん。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。お元気でしたか？元気でした。顔つきはもう、さらにちょっと、中学生から高校生になりましたね。ありがとうございます。今年卒業されたんですよね。そうですね。中学校卒業しました。おめでとうございます。ありがとうございます。これは、何を買ってるんですか？これはエビを買ってますね。エビ？なんでですか？メダカを飼ってたんですけど、うん、メダカが全滅して、それで、エビだけが残りました。エビだけが残ったんですか？でも結構長いこと思ってたんですけど。へぇ、あ、じゃあ寿命だったのかもしれないですね。寿命で、なんか。何歳ですか？中学1年生で、13歳。13歳ですか？はい、やるぞ！すごいですね。中1ですよ。うん、ちょっと前の小6くらいこっち戻してこい、戻してこい、左を戻せ。最後頑張れ、最後最後最後まで。はい、楽勝よ楽勝よ。おお、すげえ、頑張れ頑張れ。中島裕太14歳。はい、OK、頑張れ。はい、ゴー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 。さあ、乗っていきます。最後の高塚だ。10秒を切った。2つなら残りたい壁は、まずは1つでクリアしていく。5秒を切った。さあ、残りの3秒を切っている。さあ、最後の最難関タイムアップ。しかし、見事に中学2年生初挑戦で、あと一歩というところまでは来ました。山田軍団黒虎、中学3年生中島裕太15歳。ございます。おはようございます。すいません。お願いします。よろしくお願いします。あれ、若菜さんはどこ、もう大会ですか、今日は。今日は大会で応援に行ってます。あ、お父さん行かなくていいんですね。昨日は本人が出てたので、はい、二人応援に行ってた。ああ、なるほど。チームの応援の方で。なるほど。へえ、うん。これから何の感じですか、中島家は。お昼ご飯ですか？ご飯。そうですね。ちょっと。もうご飯ですか？はい。あ、そうだ。お父さんお母さん、ご卒業おめでとうございます。ゆうたくん。ありがとうございます。高校も決まったんでしたっけ？はい。はあ、すごい。合格されたんですね。そうです。それは、第一志望ですか？第一志望で。おー、すごい。山田さんの母校に。合格しました。山田さんが通ってた高校に、まだあるんですね。すごい。伝統ある学校なんですね、じゃあ。どうしても、はい、どうしても行きたくて。ここは、あれですか、学ランですか？学ランでは、ブレザー。山田さんブレザーだったんですかね。今年からブレザー。へぇ、学ランだと思います。あ、そうですよね。まだ大学とかのこう何になるかみたいなのは決まってないですね。あんままだ決まってないんですけど、なんとなく理想はあります。ああ、そうなんです。国公立の大学に行って、うん、まあ、地学を学びたいなと思ってます。あ、そうなんですか。地学、石が好きだから。そうです。へえ、すごい。急いで作る。美味しそう。もう乾いた。あ、いや、これは山田さんのマグカップです。ごめんなさい、気づかなくて。え、これなんですか、売ってるやつですか？これ売ってるやつじゃなくて、技術の時間にマグカップ作るっていうのがあって作りました。第10回こんな感じ。わ、すごい。
あ、名場面が。へぇー。好きな写真を並べて。うん。印刷して。山田さんが多いな、ここ。そうっすか。本当に好きなんですね、山田さんがね。好きですね。あー、すごい。あー。これいいですよね。ちゃんとお気に入り、うん、お気に入りの。ちゃんと使ってるのがいいですね。うん、素晴らしい。うん、いいえ、見られてますよ。でも会いたかった、みんなに会えて。楽しかった。久しぶり。相変わらず、ゆうたくんはあれですか、好き嫌いなしで。そうですね、うん、何でも食べます。まだっていうか、あの、体を大きくしようと思っていっぱい食べてるんですか？そうですね、うん。まだまだ大きくならないと。この前は去年の5月とか6月でしたっけ？そうですね。それからどれくらい身長は伸びました？半時から2センチぐらいしか伸びてないんですか？あ、でも2センチ伸びたんですね。あ、すごいすごい。ちょっと伸びが悪くなってきた。伸びが悪くなってきた。あれ伸びが悪くなってきた。止まりそうで怖い。止まりそうで怖い。まだ160いってないのにな。そうか。あと10センチ。あと10センチは伸びてほしい。理想は何センチなんですか？167、8、9とか、うん。170手前ぐらいは行きたい。ぐらいは欲しい。今は何センチですか？158ぐらいですね。あと10センチ。学校でも一番低いぐらいな、うん。あ、そうですか。一番前。一番前です。でも高校でいきなり伸びる子もいますからね。ねえ。ゆたくんは4月の何日から高校生ですか？4月8日です。4月8日。4月8日に卒業式、うん、入学式です。入学式、うん、あの。すごく人見知りなので、はい、できるだけ目立ちたくないなって言ってます、今。こんなに出てるのにでもあんなに活躍してるのにそれは無理な話ですね。結構燃やすのは、うん、ですよね。ちょっと人見知りなのちょっと不安です。前髪これぐらい伸ばそうかな隠れたいみたいな。ここまで伸ばして余計目立つなって。部活はやるんですか？高校行ってやらないです。やらないです。サスケに専念します。サスケに専念されるんで。専念します。放課後はもうサスケで、サスケの勉強で。そうですか。今ももう夜トレを。夜トレあります。尾形さんたちと。夜トレって、山田さんのとこ行ってですか？そうですね。あ、じゃあ結構行ってるんですか？平日も行ってます。平日も行ってる。受験が終わったら、うん、そこから翌日から行って、翌日からもうずっとでも行けなかったんですもんね。ずっと行けなくてモヤモヤしてました。もう行きたくて仕方がなくて、もう本当行きたい行きたいってずっと家で叫んでて受験の時も2月ぐらいは危なかった。おかしくなりそうで欠乏症。山田さんのとこも行けないですし、水泳もそんな行けないですし、結構か苦しい日々でした。ゆうたくんにとってみんなが羨ましすぎて。ここです。はい、知ってます。おちょっと変わりましたね。そうなんですか？変わったんですか？あ、本当だ。いろいろと増えました。いろんなものが、うん、いろんなものが団長買いました。これ買ったんですか？買いました。これすごい高いやつじゃないですか？そうですね。でもあのめっちゃ欲しかったんで、いやでも絶対これは買っときたいなって思った。収録会場で買ったんですか？そうです。緑山で買いました。はあ、これは何ですか？これは美術の時間に描いた。ええー、ですね。
ゆたくんが書いたんですかこれ。そうです。うまいんすね。まあまあ、美術は割と。まあまあのレベルじゃないですよ、これ。すごい上手。好きな有名人を書くっていう、はい、授業で、はい、山田さんが書きました。はあ、これでも結構、どれぐらいの年代の山田さんをイメージしたんですか、これ。これは割と最近の。最近の方ですよね。最近の。ゆうたくん。筋肉の感じとかを。すごいですね。再現しました。すごい。これ山田さんにプレゼントすればいいじゃないですか。そうですね。一回見せました。ああ、いいなって。なんて言ってました？喜ばれてました。喜ばれてましたか。いろんな絵を描いてたりするんですか？いや、あんまり絵は描かないんですね。描かないけどこの感じなんだ。ちっちゃい頃いっぱい描いてたとかそういうことですか？まあ、ちっちゃい頃は恐竜の絵とか、うん、そういうのは描いてたんですけど。美術は、何ですか？今何段階評価なの？6。1から5まであって。5ですか？5でした。おー、すごい。ずっと5。美術は。そうですね。ずっと5ですね。頭いいし、絵描けるし、運動できるし、すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですか。サスケの本も2冊買いました。うん、2冊買ったんですか、はい、なんで2冊買ったんですか読む版と保存版、はい、保存版。こっちが保存版です。あ、これ保存版なのね。読むやつはもう持ち歩いて、はい、いろいろ見てる。面白いですか？面白いですね、やっぱり。それでカードがついてくるじゃないですか。はい、カードがついてる。山田さん当たりました。あ一発目。すごいじゃない。一発目で。一発目でも。運命ですね、それ。そうですね。いや、嬉しいですね。そのカードどれなんですか？それは筆箱に入れてる。筆箱に入れて持ち歩いてるんだ。持ち歩いてます。ゆうたくん、すごいね。もうどんどん、ゆうたくんの人生に山田さんがこう、そうですよね、締めてきましたね、今ね。だんだんと。すごい。全部買ったんだ。買いました。これも高いでしょ？これいくらでしたっけ？どれぐらいでしたっけ？結構高いですよね、これ。これはスマホの裏とかに貼るやつ、ね。そうですね。飾ってます。あ、これなんですか？あ、これは、石か。これ石ですね。うん、これは合同鉱っていう鉱石なんですけど、はいはい、これが結構好きで。珍しいものなんですか？まあ珍しいですけど、うん、でも銅山とかその近くの川とかに割と取れたりします。貝の、はい、柿の貝の化石なんです。この横の部分が。これがもう全部。柿なんですか？柿の。貝殻の稼ぎです。これ取ってきました。これは、ゆうたくんが。そうです。採掘したんですか？そうです。どこで採掘したんですか？淡路島で取れます。淡路島で取れる。淡路島は結構有名です。あ、そうですか。で、転石からこう探して。転石って何ですか？転石って言って。転石。転がってる石です。ああ、へえ。崖を崩しちゃうと、やっぱ、いろいろ影響しちゃうので、自然とかに。転がってる。そこからなるべく。最初します。そういうルールもあるんですね。そうですね。はあ、すごい。ちゃんと趣味も両立してあるんですね。そうですね。ね、趣味ですもんね、石はね。そうですね、サスケ以外だったら。ね。石とか。唯一のね。唯一の趣味ですね。うん。ゲームも全くしないしね。ゲームも全然。スーパーマリオやってないですか、相変わらず。やってないですね。ちゃんと山田さんのカレンダーも。そうです。あります。あ、写真が、森本さんの写真が、枕元に。あります。もう、サスケですね、全部ね。すごい。これは何ですか？自分の好きな言葉を入れてる、やってるんですか？そうですね。日に変えて。これは自分で作ったんですか？これはファンの人に。あ、作ってもらったんですか？作ってもらいました。これも作ってもらいました。あ、これも？嬉しいですかね。これも。すごい。これが前の絶景です。はい、1個増えました。ついに。ついに。2枚になりましたね。2枚になりました。あ、
これをどんどん増やしていくんですね。そうですね。もう2回出させてもらってるだけでもありがたい。うん、ありがたいですね。うん、そうか。勉強はもう終わったんでしたっけ？そうですね。今日で終わりました。うん、でもまだ自主勉強とかは。自主勉強しようかなと思ってます。今、こう。高校1年生になるっていうのはどういう感じなんですか、ゆうたくんの中で。いや、もうワクワクとドキドキみたいな感じですね。へー、楽しみですか？楽しみです。まあ、これから、あの、高校に入って、うん、あの、もっとサスケも頑張りますし、また、心を改めて、あの、勉強しようかなっていうのも。勉強がきつくなってくるので、高校になったら。あー、本当にやっぱり、なんていうんですか、勉強をおろそかにしちゃいけないっていうのはあるんですね。あります。うん、ゆうたくんの中で、うん。それは将来に向けてっていうことですか？そうですね、将来に向けてっていうのが。うん、やっぱりさ、あの、勉強をおろそかにしてしまうと、あの、やっぱ気持ちよくサスケできないじゃないですか。うん、やっぱり勉強もちゃんとやるからサスケも楽しくなってみたいな、うん。そうか。両方ちゃんときちっとやりたいなっていうのはあります。しっかりしてますね、やっぱり。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。でもなんかそういう性格ですね。ああ。なんか勉強をおろそかにして、サスケやると、なんかサスケも、ちょっともやもや しまいます。放送はご覧になりましたか？もちろんです。どうでしたか？いやー、もう。今回のサスケはどうでしたか？いや、まずは、あの、ファーストステージクリアできたのが、とても嬉しくて、うん、しかも、あの、海洋くんと一緒に続けれたっていうのは本当に嬉しかったですね。しかも、山田さんとか、あの、黒虎の人がいる中で、うん、あの、しっかり、ファーストステージクリアできたのは本当に嬉しかったです。14歳、長野海洋、中学2年生。サスケのサーブレット、走れてよ、指示のもと飛んだ、超えた、14歳、行け、飛べ、走れてよ、指示のもと飛んだ、超えた、14歳、長野海洋、一発で行けばチャンスある、残りは10秒、史上最年少クリアに向かって14歳がファーストステージをクリアした。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった。ね、一個手前で海洋くんがクリアしたじゃないですか。はい、史上最年少記録だって。はい、その時はどういう気持ちだったんですか？あんまりプレッシャーとかあのは感じなくて、あの、絶対に続けるって、絶対に続こうっていう強い思いがまた新たにあの湧き出てきて、絶対に続いてやろうっていう。ああ、そういう感じなんですか、ね。海洋くんが言ったんだから絶対行こうっていう。へえ。僕もクリアしなきゃいけないみたいなプレッシャーにはならなかったんですね。そうですね。マイナスにはではなかったですね。逆にこうやる気が出てきたみたいなことですか。そうですね。あの、力に変わりましたね。へえ。海洋くんのクリアが。そうか。じゃあ、ゆうたくんにとってはすごい良いことだったんですね。良いことでした。いい流れが来たっていう感じで。あ、いい流れ。よくクリアしてくれたっていう感じだったんですか。そうですね。へー、そっか。今も多分、毎日見てるんですか？見てます。結構見てますね。
あの新エリアはどうでしたか？新エリアはもうとても怖くて。そうですか。やる前はとても怖くて、うん、あの横から見てたら割とここで入るとか分かるんですけど、絶対正面で見たらどこが A 角かどこがドン角かっていうのが分からないような感じだなっていうのがもともと思ってて、でそれであのでも仲間のその吉行さんの掛け声でどこが A 角かっていうのが分かって冷静に行くことができましたね。あ、平層のちゃんと、はい、山本さんの声とか聞けて行けたんですか？あのアドバイスがなかったらどこか本当に分からなかったです、ちょっと危なかったですね。本当に吉行さんが直前にあの声出し、あのしようかって言ってくれたのが本当に助けになりましたね、あれなかったら自分でえどこってなって多分鈍角とかで飛んじゃって分からなあの無理だったりしたと思いますね。タックルはどうでしたか？タックルはもう本当にあのトレーニングも一番してきたんで、あの結構押してる時重いかなと思ったんですけど、そのトレーニングとかあの山田さんちでもトレーニングさせてもらってて、その練習を思い出してあのしっかり押すことができましたね。もう前回のそのタックルで苦戦した時よりも全然軽く押せたんですか？いやでもなかなか重く感じました。あ、でも重い、いやもうこんだけトレーニングしても結構重く感じましたね。油断できないですね。映像で見返してみるとどんな感じなの？見ると割と早かったですね。ちゃんと押せてるなっていう。そうですね、14秒ぐらいでいけてるので、うん、割と早い感じで、うん、そっか、じゃあ本当に、ね、1年やったたまものですね。いやもう本当に山田さんのおかげも、うん、あのすごくあります。そうですね、山田さんのところで練習したし、山田さんからタイヤもらえたし。そうですね。それで、ね、まだ今も毎日押してるんですか？押してます。すごい、それでもやっぱでも重いんですね。重いですね、タックルは。タックルは本当に、はあ、中学3年生でクリアですもんね。嬉しいですね、もう何よりその山田さんにあの見せれたっていうのも嬉しいですし、うん、あの海洋くんと一緒にクリアできたっていうのも本当に嬉しいですね、うん、そうですか。一つの夢でもあったので、うん、そうですね、これ第一歩ですもんね、ここからね。そうですね、ここからあの2人の時代を築いていきたいですよね、海洋くんとね。サスケマニアの天才中学3年生セカンドステージ攻略なるか、中島優太15歳。優太見せてね、優太。中学3年生山田軍団黒虎中島優太15歳、なんとか煽られながら耐えた耐えた、挑戦が始まっていく。耐えろ、なんとか煽られ耐えた耐えた、よっしゃー。ローリングログなんとか耐え切った。そしてサーモンラダーの上りだ、1段2段3段4段、これが中学3年生の動きとは到底思えない。さあ黒虎中学3年生中島優太15歳、泳ぎを進めていく。残りは40秒を切ったところ、逆流が中学3年生中島の体を襲っていく。耐えろ中島、耐えろ中学生中島が。どこ、あかん。今回初めてセカンドステージに進んできた。諦めない、一度戻る、勢いをつけ直す。20秒を切った天才です、中島優太15歳です、現在中学3年生。残り10秒のブザー、なんとか挑戦を進めていく中島優太、セカンドステージここまで来たらリタイア。よかったよかった。ああ、サスケそんな甘なかったな。そうですね、苦しかった。ちょっと苦しかったね、あの顔が上がっちゃう。ああ泳ぐ練習しようか。します。おっさん泳ぐうまいから。ああそうか、うん、でもよく頑張ったね。まあサード見たかったけどね、
まあ、ゆうたまだまだやりたいとは思うんやけど。でも、まあ、もう、まあ、息子みたいなもん。でも、まあ、よう出会ってくれたかなっていう、セカンドステージをね、こうやって中学生がウルトラ入って見れるっていうのが、なんかすごいな、お前はな。でも、感動した。また来年ちょっと課題できたから頑張ろう。そうですね。ああ今振り返ってみてセカンドステージの挑戦はどうでしたか？まあ悔しかったですね。うん、まあいろんなエリアを味わえたんですけど、あの僕の実力はここじゃないなっていうのは感じましたね。うん、サード行きたかったなっていうのは。うん、まだ行けたんじゃないかっていう。でもそんな甘くないですね、サスケは。本当に。バックストリームはどうしました？いやあのもともと左が弱いんじゃないかっていうのは知ってたんですけれど、うん、プールの進行方向から、はい、左側行った方がいいんじゃないかって、うん、まあ実際にそう確認したんですよね、その入る前に、うん、で左が強く見えて逆流が、あこれ右行かないとダメだって思って行ったんですね。そしたら間違えました。すぐに息がきつくなって、すぐ息継ぎしたんですけど、うん、その時に、あの水が入っちゃって、口に、ね、いきなり、苦しい時にいきなり入っちゃったんで、うん、顔が上げちゃって、そっから、うん、で、こう、どんどん水流がきつくなりながらも、うん、なんとか粘って、そろそろ着くのかなと思って、うん、もう一回顔、頑張って、うん、つけてやったんですけど、届かなかったみたいな感じですね。うん、すごい苦しかったんですね。すっごい苦しかったです。そうか、あんだけ練習して体力つけてもセカンドステージはきついんですね。そうですね、その体力もまだ必要だと思いますし、うんうん、経験が必要だなっていうのは感じましたね、うん、セカンドステージの、うん、でもそれでも行く人は行くので、うん、ちゃんとその冷静な判断ができなかったかなっていうのはありますね、うん。はゆうたくんはどうしていきますか？本当に泳ぎをしっかりしてきて、絶対バックストーリーも超えて、セカンドも超えて、サードに進出するっていうところが目標です。うん、泳ぎはどうしますか？山田さんとかと一緒に泳ぎたいですね。うん、あ、教えてもらって教えてもらいたいですね。うん、今は独自に普通にプール行って泳いでっていうのを話してるんですか？そうですね。水泳が得意な友達に教えてもらったりしました。クロールを、クロールの、うん、泳ぎ方を、泳ぎ方を。大変ですね。いえいえ、楽しいです。楽しいですか？わかりました。今年新たな山田さんのグッズが出たら買うんですか？もちろん買います。もちろん絶対買いたいです。うん、コンプリートしたいですね。コンプリートしたいですね。よし、いきます。うん、どうぞ。10回ずつやってるんでしたっけ？そうですね、10回を10セットしてます。うん、5分で。お疲れ様です。ありがとうございます。すごいですね。腕がほんとすごいですね。森本さんみたいになってきましたね。カッチカチ。
まだあれですか、指のケアとかはしてないですか？指のケアはたまにしてます。森本さんがやってたコロコロ、コロコロやったりしてるんでしたっけ？それをちょっと真似してくれ。あれは効くんですか？いや、効きます。あ、そうですか。血行が良くなります。血行が。血行が良くなります。そうなんだ。ここに。ああ、はいはいはい。指ね。そうですね。うん、やってる。同じ色ですね。同じやつを買います。これかなっていう感じで。ちょっと見て。これが、バーストです。おぉ、これは作ったやつですか？作りました。おぉ、すごいね。あ、こうやって繋いでるんだ。うん。宮岡さんもこんな感じで作ってたね。ああ。これはもう自分で編み出したんですか？そうですね。簡易版なんですけど。うん。こうやれば作れるんじゃないかって。楽に作れるかなと思って。このシールは何ですか？これは、あの、サスケのシールを貼って。これ売ってたやつですか？これはちょっと前に売ってたやつですね。そうなんだ。すごいっすね。何でも買っちゃいますね、サスケグッズね。これ見てください。いつも見守ってくれてます。山田さんが。山田さんのシール、ここにありました。そうか。気合い入れるために。トレーニングやってる時に。目線が合うんですね。目線が合うように。そっか。してます。楽しんでますね。楽しんでます。うん、すごい。行きます。どうぞ。感じてできました。綺麗な本ですね、相変わらず。ありがとうございます。何回かやりますね。バーストやるんですか？バースト何回か。バーストはどれぐらいの頻度でやるんですか？バーストはあんまりやりすぎたら、あの、指痛くなっちゃうので、皮とかも、だから週1とか、週1回1回ぐらいですね。そのバーストを強くなるためには本当に基礎的な片手保持とか、そういう力が必要になってくるので、バーストのところだけやるっていうのはまたちょっと違いますね。なるほど。こればっかりやったら手首とかも痛めたりするので、横移動からちゃんと基本的なところから強くしていかないと、このエリアはクリアできないのかなっていうのは思ってます。大丈夫ですね。指は大丈夫ですか？全然大丈夫です。よし、っていう感じです。すごいじゃないですか。これだけでも結構きついですね。きついですか？なかなか。いや、やっぱ次の板に移動するときがきついですね。きついですね。この左の保持っていうのが本当に難しいですね。これできるまでどれぐらいかかったんですか？いや、最初は結構できなくて、全然技術が全然なくて、だんだんコツつかめるようになって、そうですね。できて、あの、できて、まあ、1ヶ月ぐらいにはできるようになりましたね。へぇー。でも、1枚ずつ、1枚ずついけるようになった。そうですね。
OK ですか。どうぞ。めっちゃギリギリでしたね。あ、耐えましたね。ギリギリでしたね。いやー、ギリギリでした。手は大丈夫ですか。大丈夫です。うわー、でもちょっとめぐれてますね。めぐ、まあ、これぐらい全然。皮が、これは全然。これは全然めぐれてないです。これはめぐれてない。これはもう全然。これはもうめくれてるって言わないですね。めくれて言わないんだ。これぐらいだったら全然。危なかった。すごいね。いきます。いや、きついですね。もう本番のタックル2回やってるじゃないですか。はい。タイヤ押しはやっぱり有効だなと思いますか。思いますね。結構足が効くのね。そのなるべく足が効かないようにっていう練習にもなります。ないとスタミナもつかないのでやってますね。結構大事ですこれ、うん、よし、じゃあ終わります、まあ、終わりですね、はい、これで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか。いや、もういつも通りいい感じにできたなと思います。これを地道に続ければそのもっと強くなると思います。それで僕の夢でも、僕の夢でもあり山田さんの夢でもある完全制覇につながっていくと思いますね。Next パラビコーナーでは出場選手100人のノーカット完全版が見られます。新作動画続々公開中。チャンネル登録よろしく。